この間ラーメンのだけ、ね、今日は絶対見つからんように帰らねえけんのよね。よし帰ろう。あ、どうも皆さんこんにちは、坂太郎でございます。今そこのセブンイレブンなんかキャンペーン商品ラス1で残っとったんで買うてきたんですけど、この前新商品せっかく買うたのに奥さんまんまとやられてしもうたんで、今日こそはこっそり帰ってじっくり味わって食べようかな思うんで、それでは皆さん失礼いたします。奥さん、奥さんどうしよう、奥さん、奥さん、またあんた逃げよね、奥さん、ちょっと待ちや、奥さん。ちょっと待ちや、あんた、どこ行きよねえよ、あんた。そこから行きよったら、もう金吉の私で向かい島に逃亡しようもとなって、ちょっと戻りさえ、ちょっと。聞こえてなかったんよ。全然気にかつかんかった。それじゃあ、失礼いたします。失礼します。ちょっとあんた、待ちにさえ来ないんだと同じ展開やが、ちょっと待ちにさえ、何持っとんねん、あんた、手出し、隠しとんでもわかるんじゃ。は？何これ奥さん。なんかね、セブンイレブンでなんか今キャンペーンショーらしいよ。で、ラス1だったら交代よ。なんかカタカナちょっと書いてある。え？ボンボン麺の地下パンツって書いてあるけど、何これ？ちょっとおかしいんじゃないこれ。なんかこれ、当たる映画のキャンペーンで、映画の中に出てくる食べ物じゃ言うてな、テレビで言ったんよ。それはいいんじゃけど、なんかシールが貼ってあるじゃん。9.14 アップ立てって書いてあるよ。それ奥さん、9.14アップデートのことじゃ思うよ。まあほんまややこしい書き方するんじゃねえ。小柄な書き方されたらうち昔のこと思い出すわ。何昔のこと言って。昔なんか FM ラジオかなんかをね、カセットテープに撮るときに普通に録音って言ってくりゃええのに、なんかカコつけた人がね、エアチェックじゃことを言おったんよ。うちエアチェックじゃ言うけ、なんかね、ラジオの周りの空気をね、チェックせねえけんのか思うてね、新年3ヶ月ぐらいそれでプチ悩まったことがあるんよ。うわぁ、奥さんすげぇね。そりゃ、メタルテープ、鉄でできとるんか思って、なんか分解した口じゃね。そっからのおもれん話はどうでもええけ。中身見せて。うわ、なにこれ。ただのメンチカツパンじゃん。メンチカツパンって書いてあるじゃん。でもよ、奥さん、当たる言うぐらいだけ、これなんか、こうたら当たるんじゃない。当たるんかね、これ。そりゃそうじゃろ。セブン&アイの企画の人もそりゃ、当たるを売るんじゃけ、なんか当たるようにしてやろう。ちょっとよう見てみんさい、奥さん。どっかに当たるがあるかもしれんけ。これ見て、これ、なんもないよ。当たってないようなけど、バカじゃね。もっと複雑なところに当たるが隠れとんじゃいや。全部開けてみんさい。うわぁ、開けてみたけど、キャベツば、うわ、ほんまじゃ。もしかして、なんのうちもな、なるのキャンペーン商品。そりゃいけま。あんた、これもう仕方なかろ。こりゃね、当たるなんじゃけど、アナゴさんのモノマネしてからみんな食べた方がいいんじゃないかな。見たこりゃ。